はい、皆さんこんにちは。今日はね、待望のサプリ紹介をしていきたいと思います。で、まあ今日はね、まあ、結構種類があるので、まあ自分がどんな感じでね使ってるのかっていうのを主に紹介していきたいと思います。まあ結構成分量とかをね細かく言っちゃうと、まあ長くもなるし、まあそんなに頭に入んないよってなるので、まあ、今回はねざっとね自分がどういう感じでサプリを使っているのか紹介していきたいと思います。ではオープニングいきましょう。レッツゴー。はい、ということでね、じゃあ早速紹介していくんですが、まあまず一つ目に紹介するのが、マイプロテインさんの、ホエイプロテイン、どん、これとこれ、まあ、種類は同じなんですけど、まあなぜね自分がこれ使ってるかというと、まあマイプロテインさんっていうと、あの水色のパッケージでっていうのが結構印象強いと思うんですけど、まあまず自分がなんでこういうブラックボトルにしてるかっていうと、これが成分量が結構いいんですよね。まあ、1スクープ 30g で、115kcal で、低脂質でプロテインが 25g 入ってます。なんで大体自分が、2スクープ毎回トレイ後飲むので、これだともう50、まあ、プロテイン 50g 摂取して、脂質も低いと。なんで自分はこのブラックボトルのストロベリーとチョコレートを使ってます。これが、まあ、メインで使ってる、自分のプロテインです。まあ、トレイ後ね、トレイ後で飲んでます、2スクープで。次が、ちょっと一旦これ置いといて、はい、これで、これは、マイプロテインさんの、アイソレート、アイソレートのプロテイン。まあ、アイソレートって何っていう、まあ本当まあ、調べていただいたら分かるんですけど、まあ、乳糖除去って言って、あのやっぱプロテインとか飲んだらお腹痛くなるっていう人多いじゃないですか。まあそういう成分っていうか、その乳糖を除去したものがこのアイソレートで、これはいつ飲むかっていうと、僕は寝る前に飲みます。で、寝る前はなぜこれ飲むかっていうと、やっぱ寝る時にまあね消化を良くするため、良くするためっていうか、まあ、悪くならないために、まあ、これをしっかり飲んで、ワンスクープ飲んで、寝てます。まあこれが2つの使い分けで飲んでます、プロテインは。で、あと1種類あるんですよ、プロテイン。これです。はい、これは、ウェイトゲーナーって言って、まあ増量、まあ体重を増やしたかったりするために飲んでるプロテインです。で、まあ自分みたいなね痩せ型はやっぱずっとご飯食べたり飲んだりしないといけないので、まあそれだったらね効率よくこうカーボを多く摂取、炭水化物を多く摂取して、まあ痩せるのを防ごうということで、自分はこれを大体1日2回ぐらい飲んでます。なんで2回1回1回、なんでトータル4回のプロテインを摂取してます。なんでこうやって使い分けるとね、やっぱどうしてもお金はかかっちゃうんですけど、まあ単体で飲むので、それだけをずっと飲まないので、まあ、結局トータルしたら同じぐらいかなと思います。まあ、これも8000円9000円ぐらいするんですけど、これ大体マイプロの毎回セールで5000円とかになるので、もうその時にまとめて買いましょう。で、これも大体これも4、5000円ぐらいかな、5キロで。まあ成分量的には全然こっちの方が勝ってるんですけど、まあこれはね本当に自分は痩せ型なので、それの補助食として飲んでます。はい、で、このアイソレートも高いんですよ。意外とこの値が張るんですけど、やっぱ成分としてはめちゃくちゃいいものなので、これをしっかりこの4つをね使って僕はプロテイン飲んでます。うん、ほんとプロテインはもうマイプロテインさんに様々って感じですね。安いし、まあ、成分もいいしっていう感じです。じゃあ次は、トレ中のドリンクを紹介していきたいと思います。行きましょう。はい、じゃあね次は
イントラワークアウトです。はい。まあ、イントラワークアウトってそんな難しい言葉で言われても分かりませんよね。分かりませんと。まあ、自分も最近まで分かんなかったです。最近、まあ、1年前ぐらいまでは分かんなくて、このイントラワークアウトっていうのはこうトレーニング中に飲むドリンクのことです。で、まあ、自分が飲んでるのはこのパープルラースの EA と、エクステンドさんの BCA。 はい、もうこれといえば鉄板ですね。 EA と BCA で、本当は EA に全て成分含まれてるんですけど、まあ、自分的にはこっちの味がめちゃくちゃ美味しいので、これとこれを合体させて飲むのが好きなんで飲んでます。まあ、ちょっとね、やっぱどうしても値は張るんですけど、まあ、トレーニングのサプリに関してはやっぱ自分基本外食とか買い食いとかっていうのはあんまりしないので、まあ、それをね抑えてこっちにお金を落としたれば全然額はないと思います。で、じゃあこれとこれって何みたいな。はい、またマイプロテインさんのこれがグルタミンですね。グルタミンは結構筋疲労を回復させたりとか、免疫力を高めたりする成分と、クレアチン。結構クレアチン知ってるっていう、まあ飲んでるっていう人多いと思うんですけど、まあ筋トレの時の爆発力だとか、まあ、水分の維持をしっかり助けてくれるものです。で、これとこれ、まあもうこれとこれ、これとこれとこれとこれ、クレアチン、EAA、BCA、グルタミンを混ぜて自分は、トレーニング中のドリンクにしてます。で、プラス、まあバルクキー、今自分のこの期間だと、マルトデキストリンです。わい、出ました、マルトデキストリンって何ですかみたいな。で、これは、粉飴ですね。要するにカーボです。炭水化物、まあ言う、もうめっちゃざっくり言ったらご飯食べてるみたいなね。ご飯をドリンクに入れてるみたいなっていう感じです。もうめっちゃざっくり言ったらね。なんでこれを取るかっていうと、やっぱトレーニング中ってどんどんこう糖が下がっていくんですよ。どんどんそうすると筋トレの質も悪くなるので、これをだいたい1杯で、最後この前さっき言ったプロテインのにもこれを1杯入れます。なんでこれも、まあ言うたら、まあ、これだけで1スクープ200キロカロリーぐらいあるんで、本当にご飯食べてるみたいな、ご飯食べてるっていうか、まあ、カーボをしっかり摂取できるものですね。はい。なんで減量期とかでもやっぱこれをうまいように使えば、まあね、結構いい感じでカーボを取ることができます。もちろんやっぱ固形物でしっかり取るのがねベストなんですけど、まあ、どうしてもやっぱ補助食品として使用したい一品、マルトデキストリンですね。はい。で、これプラスプレワークアウト、あ、プレワークアウトじゃない、イントラワークアウトを僕は飲んでます。まあ、結構これね質問が多いんですよ。何飲んでるんですかみたいな。自分も筋トレして1年2年目に入ったぐらいでやっとこういうのは揃え出しましたね。意外とお金かかるんで、1年目から BCA 飲もうぜみたいな、なんなかったっすね。プロテインですら、なんか飲むか飲まないかみたいな感じだったんで、まあ、本当にガチ、まあ、ガチじゃなくても飲んだ方がやっぱ効率は上がるので、自分はおすすめします。はい、よし。はい、次は、プレワークアウト。プレワークアウト。なんかメール来た。はい。これがフルーツポンチ、フルーツポンチ、フルーツパンチ、わかんないですけど、の C4 と、こちらが、ウォーターメロンの C4 ですね。はい。で、これプレワークアウトって何ですかって、結構本当にさ、自分も最初マジプレワークアウトとか全くわかんなくて、で、まあとりあえず買ってみようみたいなで買って、どういった成分かっていうと、もう本当にめっちゃ分かりやすい例え言うと、まあ、皆さん結構モンスター飲むでしょ。モンスターとかエナジードリンクとか、あっち系ですね。もうざっくり言うと、それより全然成分的にはいいし、これが60杯分あるので、だいたい4000円ちょいなんで、
普通に、モンスターを毎回買うっていうよりはいいです。でもやっぱ結構刺激が強いので、やっぱ苦手な人は苦手だし、自分はもうこれ筋トレしてるときこれ前飲んだら大体体ピリ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 ってしてきて、やっぱやる気はなんていうんですかね、爆発力は上がるかなって思います。もうなんで本当にこれは買ったり損はないですね。はい、なんか結構使ってる人多いと思うんで、まあぜひね、なんかもう余裕が出てきたらこういったプレワークアウトも飲んでみてください。はい、ということでこんな感じでざっくりね、紹介していきました。めちゃくちゃざっくりなんですけど、まあプロテイン、BCAA、EA で最後プレワークアウトっていうのを、もう僕は、まあ、筋トレを始めて2年、まあ、3年目なんですけど飲んでますね。はい、まあ正直ね、結構こういったサプリを結構多く持ってるんですけど、自分もっていうよりもやっぱりリアルフード、まあこの前の動画でも言ったリアルフードでしっかり栄養をとっていくことが大事なんで、まあでもね、どうしてもやっぱ忙しい、自分も学生で忙しいし、社会人の方もなかなかこうね、うまいように摂取できないという時はやっぱほんとこういったサプリをね、うまく利用して、うん、筋トレの効率を上げましょう。やっとこの企画できた。もうこれ撮るの3回目なんですよ。カメラなんかおかしくなって、でカメラも買い替えたんで今度なんか紹介したいんですけど、でなんかもう次はそのカメラ買い替えたら設定間違えたとかね。でやっと3回目撮れた。もうこれはすぐ出す。もう結構みんなサプリ教えてほしいっていうことなんで、今回はしっかり出させていただきます。すいません、遅くなりました。はい、ということで今回も最後まで見ていただきありがとうございます。この動画が良かったらいいねとチャンネル登録お願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。